2番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。2番乗り場に列車が参ります。危ないですからご注意ください。17時38分、倉敷17時40分。
岡山には17時58分に行きます。列車は4両で運転をしています。お手洗いは一番後ろの車両4両目に1箇所ございます。車内はお手洗いも含め全席禁煙です。ドアはお入りください。次は密中乗船、密中乗船、
座る側が開きませんので、もう一度今、ドア横のボタンを押してお降りください。出口は左側です。
車いたします。車道にご注意ください。
します。車両にご注意ください。
面、姫路駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。
ましたら乗り換えのご案内をいたします。山陽本線西八新倉敷福山方面三原行き17時58分ボードがありまして一番乗り場から発車をいたします。三島臨海鉄道をご利用のお客様を次の倉敷でお乗り換えください。降りてます。さらにお忘れ物お年の差はございませんようお降りください。
たします。車内にご注意ください。ご注意ください。
閉まるのにご注意ください。
待たせいたしました。18時ちょうど発、山陽本線普通列車の姫路行き発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。
ないんで、今回の運休のは騙す時を見たときに絶対に流したらリークされると思います。こんなこと言ってますよね。結局解決されます。次は高島です。出口は左側です。両側見れないわ。2台目の車長は違うの。課長とかのエクモーター社長2台目の社長がいいけど、2台目が副社長です。副社長が主役だったあの出店番組あのパワハラモーター部署です。2台目っていうのはどういう世代かとは分からない。まあ無能だよ。高島です。出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。閉まるドアにご注意ください。東岡山です。お出口は左側4番乗り場に到着いたします。お乗り換えのご案内をいたします。赤穂線普通列車播州赤穂行きは18時28分、ホーム変わりまして3番乗り場から発車いたします。お待ちください。赤穂線はお乗り換えです。
車します。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。Thank you.
閉まります。ご注意ください。
熊山です。お出口は左側です。ただいたします。ドアが閉まります。ご注意ください。
の線をお手回り気を確かめください。
品川です。お出口左側です。どうか手を離してお待ちください。他の飛行機の近郊が止まれないか、ご注意ください。宮崎だけでも、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 
三井市です。お出口右側です。車内にお忘れ物ございませんよう、気をつけてください。ご注意ください。
は船です。骨口は左側です。ご注意ください。
あいおいです。お出口は右側、3番乗り場に到着いたします。お乗り換えのご案内いたします。新幹線こだま865号新大阪行きは19時35分12番乗り場。こだま865号高田行きは19時24分11番乗り場へお越しください。赤穂線播州赤穂行き19時13分ホームがありまして1番乗り場へお越しください。先生が家に行ってる。10年までは観光じゃないかな。
です。ご注意ください。で、お父さんがね、お父さんを入院してるので、帰ろうってなったら、一人で帰ろうと思ったら、乗ってあげるわって、それで乗って帰ってくるだけ。それだけ乗って帰ってくる。
市、阿保市です。出口は左側です。ご注意ください。Thank you.
してお待ちください。ご注意ください。ご注意ください。Thank you.
します。乗り換えのご案内をいたします。新幹線こだま865号新大阪行きは19時48分11番乗り場。光519号岡山行きは19時36分12番乗り場。JR 神戸線新快速米原方面長浜行きは10の連絡で19時26分6番乗り場、津八千行き19時31分6番乗り場、万丹線普通列車寺前行き19時49分2番乗り場、新線普通列車の高知行き20時ちょうど3番乗り場へお越しください。
17時17分の発車まで、下の空港はあります。